ニンテインドックスキャッツは、ニンテンドー開発、発売のニンテンドー 3DS 用ソフトウェアである。2005年に発売された、ニンテンドー DS 用ソフト、ニンテインドックスの続編にあたる。前作、ニンテインドックスから6年ぶりの新作となる。前作では犬を飼育できたが、今作では犬に加えて新たに猫も飼育できる。毛並み、眼球のパーツが独立してモデリングされている。 同じ犬種でも個体ごとにプロポーションが異なるなどグラフィック面も強化されている。前作と同様に3種類のソフトが Nintendo 3DS と同時発売された。パッケージによって最初に飼うことのできる子犬が異なるほか入手できるアイテムが一部異なる。飼うことのできる子猫はどのパッケージでも同じである。なお本ソフトは本体機能である。 ミースタジオで作成したミーを使用できるほか、すれ違い通信でゲーム内の子犬、ミーの情報や 3D 写真、グッズ等の交換ができたり、AR、いつの間に通信に対応し、モーションセンサーを利用した歩数計機能を使って散歩ができるなど、Nintendo 3DS のコンセプトである。前作のパッケージは、シバダックス、チワワであったが、今作では、 芝以外はすべて入れ替えられた。前作は芝のパッケージで登場したトイプードルがパッケージを飾って登場し、今作で初登場したフレンチブルがパッケージを飾って登場した。パッケージを飾らなかったダックスは芝のパッケージに登場し、同じ口チワワはフレンチブルのパッケージに登場する。なお、海外に関しては芝の代わりにゴールデンレトリバーが起用されている。 当初は日本についても、海外と同じく、ゴールデンレトリバーを起用する予定であったが、芝の人気が高い日本市場を考慮し、パッケージを差し替える措置を取った。猫に関しても、同様の理由により、海外ではアメリカンショートヘアが起用されているが、日本では三毛猫に差し替えられている。前作と同様に、各パッケージによって、最初に選べる子犬が違い、以下の通りとなる。 今作では選べる子犬が増えて1パッケージに9種類が最初から選べ、前作で登場した子犬と海外版でのみ登場した子犬が全て登場し、新たに8種類の子犬が追加された。別のパッケージの子犬の追加は、前作と同様にすれ違い通信を行ったり、飼い主ポイントを一定以上上げることに加え、今作ではプレイに数を経過することでも選べるようになり、 最終的にすべての子犬が選べるようになる。飼い主ポイントでの子犬の追加は、前作では1匹ずつであったが、今作では3匹ずつで、プレイミ数でも追加されるようになったため、前作に比べて、子犬が早く揃うようになった。丸印が、前作からの子犬。印が、前作の海外版からの子犬。インは、今作から追加された子犬である。今作から、新たに追加された子猫。 子猫はどのパッケージも一緒で3種類登場する。最初の子犬と仲良くなると選べるようになる。スタンダード、オリエンタル、ロングヘアの3タイプと、トラ柄ラ、ポインテッド、ハチワレ、ミケといった模様の組み合わせから選べる。ありがとうございます。